ニュースマグビです。池江璃花子選手の白血病公表に関連し、16歳で急性リンパ性白血病を発症した NPO 私のがんネット共同代表羽賀良子さんが当時の治療体験を語りました。羽賀さんによると、無菌室での60日間は辛かった。当時の無菌室は完全に隔離されていて、両親との会話は窓越しのインターフォンで、医師が聴診器を当てるのも透明なベール越しでしたとのこと。現在ではこうした環境は大きく改善されており、除菌した上でマスクに手袋をすればお見舞いをすることも可能だそうです。コーチのサーシャ・バイン氏との契約解消を発表した大坂なおみ選手。意外な人物が新パートナーとして取り沙汰されています。スポーツ記者によると、大阪の父であるレオナルド・フランソワさんですとのこと。フランソワさんは2017年末まで大阪選手のコーチをしていた最大の理解者。また大阪選手が憧れるウィリアムズ姉妹は、フランソワさんと同じく経験ゼロの父親がコーチを務め、トッププレーヤーになりました。憧れの選手たちと同じ選択があるのでしょうか。手に職をつけたグラビアアイドルが増えています。ショートボブが印象的な西原真奈さんもそんな一人。歯科衛生士との二足のわらじを履いています。西原さんによると、歯科衛生士の仕事と同時期にグラドルの活動も始めました。歯科衛生士の魅力は生で患者さんに喜んでもらえるところですとのこと。歯科衛生士の仕事をしているおかげで、テレビで歯医者さんあるあるを披露できる機会もあり、芸能の仕事の幅も広がっているそうです。雑誌のニュースを動画でチェック。ニュースマグビ。